ありがとう。猫が可愛いね。あ、青いバグってる。こっちバグってて最初なんかすごい再開ライブ配信スタートして、でそしたらなんかすぐ再開ってボタンが出始めて、なななと思ってで、なんか視聴者は引き継がれ、いや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 配信してないよと思って 2,3 回ポチポチこうやって言ってた。トン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 、トチラさんこんばんは。1回目うまく入れない、それだそれだ、そう全然なんだできないよと思って配信に入れなかった、よかった。もうなんかね今日ショールームがなんかあんまりそうちょっとスムーズじゃないっぽいから、そうこれもいつ切れるかわからない。ただいまおいたん、おかえりちびたん、ありがとう。21時ぐらいから不具合発生してるみたい。なんだろうね、どうしたのかしら。はーい、土屋さん、はーい、今日は家だよ、家かー、ゆっくり過ごそう。ふわー、なんだっけ、なんか白様に言おうと思った歌なんだっけな、全然思い出せない。不調か、そうなの、不調なの、うん、配信者が多いからかしらね。こんばんは、やっと見れた、まつるくんおかえり、こんばんは。あ、ありがとうメガネと前髪がメガネと前髪がちょっと待って、いやほんと、はい、ほんとにちょっと今月の目標かわいいを直す、ありがとう、かわいい、青いタン、ありがとう、ほいほい、ありがとう。さっき林はまくられテロップの配信してた。あー、テロップは出るんだ。あ、そう、テロップ入れなきゃ、青いタン。そうそうそう。すでにね、もう、あれ？エジムさんおはよう、ダメです、今日。ダメダメ、エジムさん、今日は勝ちに行く日なの。エジムタン、エジムタン、トトトトトトー。あ、間違えた間違えた。ででてれれて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 れ、あ、間違えた間違えた、アイス、んーと、メガネと前髪がかわいい、ありがとう。おつ、はぁ、キョンビ、はぁ、おかえり。魚食ってるのそれ。配信が切れちゃう前に自主的に切るわい、天才。おと、おい、学校ね、どうなの学校は、普通に今やってる。目標、目そこ、今月だよ、そ、今月の目標かわいいを直すわ、今月今月まだ6月半分も終わってないから今月中に直すよ。こんばんは、カジタケさん、こんばんは、おかえりなさい、ありがとう。こんばんは、お弁当さん、こんばんは、ありがとう、おかえりなさい。開封の儀待ってる。あ、パリソジェちゃん上野じゃないですか。ちょっとパリソジェちゃんウェハース、いや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 、ねえ、え、買ったね、買った追加で。いやー、もう鬼滅の刃ウェハースはもう全逸で終わったんです、アオイタンはまあちょっと忍ソロで出なくて悲しいけど次に期待するよ。そう、あ、そうそうなんですよ、実はね、今日夜あのくら寿司に行ってきまして、今鬼滅の刃とくら寿司ってコラボしてるんですよ。で、あ、あ、ご飯食べてから薬飲んでない、まあいいや、後でちょっと後で薬って言ってみんなでなんか2000円以上合計で食べるとクリアファイルがもらえるって言って、第1弾と第2弾があって、第1弾今炭治郎、根豆子、善逸、伊之助の4種類なんですよ。でこれがなんとランダムでもらうんかと思ったら、どれがいいですかって聞かれたの、食べに行ったら、食べに行ったら、そう、そしたら、そう、いや、こん中だったらねずこだろうってことで、じゃーん、ねずこのクリアファイルもらってきた、かわいい。なんか裏は、裏はこれみんなデザイン一緒なんかわかんない、でも裏はね、みんないる、炭治郎、ねずこ、善逸、伊之助、かわいい、幸せそう。そうっていうことで、そう、あのこれ選べるのであれば第2弾が忍だ、いるから忍欲しいと思ってる。どこだ、お弁当さん、ハートありがとう、ハートーハートーありがとう、ラブユーチューありがとう。来た、あ、 MC さんこんばんは、ありがとう、おかえりなさい。
仕事のピークを終えたのでしばらくはよかったね。ずっとね忙しかったもんね。自粛期間もね。魚だと思うじゃん。え、魚じゃないのもしかして。ムダンバーサス炭治郎、今夜はどっちどっちでもない。ほいほい、あ、ケイさん、ほいほい、こんばんは、おかえり。ほいほい、人によっては大当たりのラスト。ちょっと青いタンはあまりではあったが、まあ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 、今後わかんない。今はこういうあれだよ、多分カナオがすごく必要とされる時代が来るから待っとこう。学校は普通にやってるけど給食は前向きで黙々と食べておる。不気味、怖い。怖い。いや、なんかなんていうの、なんかいろいろあるみたいで、やっぱ学校によってなんかその自粛期間はなんかクラスごとに時間を分けて下駄箱に課題が入ってるから、そこで課題を取りに行ってまた下駄箱に課題を出すみたいな。なんじゃそりゃ。コラボしてるんだ、抜かりないね。そう、なんかね本当にコラボが多くて全部は追いつけないんだけど、くら寿司はもともと回転寿司とか好きだからそうで、くら寿司はほらさ、なんか入れるとさ、なんかあるじゃん、5皿ごとにガチャガチャ当たりか外れかみたいな。まあ全部外れたんだけど、そうなんかまあ行きやすいからと思ってそう行ってきた。そうだって2000円だよ。だってさ1皿100円じゃん。20皿食べればさもう2000円なの。1人で20皿食べないよ。あとで薬伝えたい。嘘じゃん。待てよ、待て、あとで、今じゃない。5000円でクリアファイルで2000円です。薬ありがとう。薬ばっかのコメントこう。こいつやばいぞ、やってるぞって感じだ。カナオのいないクリアファイル、いやーねー、やっぱアニメでちょっと第2期とかやってもらわないと。カナオはちょっとねいないんですよね、あんまりね。あんまり。そう、かわいい。これかわいい。何入れるこれ。乙女さん2位です。2位ですか。まあまあですね。え、ちょっとどこどこ、くら寿司、くら寿司全店舗でよ、でよ、でよ。え、多分でもね、ツイッター見るとねお店によるっぽいんだよね。そう、なんかでも結構クリアファイル選ばせてもらえたっていうところの方が多いけど、ダウタも全然なんかどれにしますかって。まあ昨日だっけ、昨日ん今日だっけ、昨日か、昨日から始まってるので、まあまだ数があってのことかもしれないけど、絶対にねずこが一番人気だと思うよ、アウタ4人の中なら。優しいランダム、全然そう、なんかそうランダムで、なんかまた前室とかだったらちょっとなんかやむなと思っちゃう。おー、かわいいでしょ。また5000円、2000円ね、2000円。2段も選べるとは限らない。いやでもそうだよな、2段がね誰だっけな、なんか義勇さんと忍と誰だっけ、なんかだったのよ。そう、お弁当さん、アジサイありがとう。アジサイどうぞ、梅雨だわー、ありがとう。アジサイ、そしてかわいい、ありがとう、かわいい。あ、私の恋は可愛い、青いタン、ありがとう。青いさんこんばん、あ、ハルプさんこんばんは、おかえりなさーい。な、ちょっと今からくら寿司行ってくるね、ずこー。そう、ぜひぜひ行ってらっしゃいな。そう、多分ね、なんかすごいよ、でもくら寿司なんか多分みんな、そう、このなんだろう、なんかこれ狙いなのか、すごい子供連れがいっぱいいるのよくら寿司で。みんなその2000円ちょっととか食べて消える。ガマ口の財布も大事に、持ってる、できた。え、あ、ガマ口の財、あ、それ魚じゃなくて財布なの。お魚加えたら、なんか画面パチンってなった、なんだなんだ、全部外れ。下駄箱にラブレター入ってないかな。いや、下駄箱にラブレターとかさ入ってたことあるね。そもそもくら寿司が遠いんだよ。いや、あいたもね近くではないけど、まあまあ鬼滅のためなら。寿司か。寿司屋なの。寿司嫌いだっけ、パイソジちゃん。そういえば鬼滅今日から読み、そうなの、ほいほい、やった、ちょっと話をしよう。
2000も高いな。昔コンビ、あ、昔コンビのクリアハイお菓子4つでもらえ、本当だよ本当。だってあのなんだっけ、なんかのコラボ、アイズワンかな、コラボの時になんか200円ぐらいお菓子買ったらちっちゃいクリアファイルもらえた。くら寿司超近い、行かないけど。嘘、行こう行こう。あ、薬喪失になってる、気づいたらそれ見たら思い出しそう。わいはローソンで頑張る。ローソン、あおいたんはね、地道にあおいたんよりもママたんがローソンで買い物して、なんかいろいろそう、なんか集めてる。あれ、昼猫さんいる、アバター、ありがとう。善逸出るとやむ、いや、なんかちょっとそう、善逸ばかりと思って。明日の音はラッキーカラー、モスグリーン色です。絶対持ってない、ラブレターもらったことすらない。いや、ラブレターってなんかよくさ、別にラブレターを書いてる友達とかもいないし、葵たんもないし、うん。でもなんか一個だけ覚えてるのは、なんかあの小学生の時に、小学校のなんか林間学校、そう、なんか林間学校、山登り山登りのやつがあって、でなんか男の子がなんか女の子たちがお風呂の時間に女の子の部屋に入ってラブレターを置いていくっていう、なんとも奇妙な事件が起こった。でもね、寿司は好きだけどカロリーも値段も高いからOL の女子やないかOL やないか。クリアファイルなくない次第はもうなくなってね、どんくらい用意してんだろう。そうだ、早く行かなきゃと思って、そう、あのママタンとかとそう行った。お寿司はウオベが好き。あ、ウオベ行ったことないんだけどさ、美味しい。そう、ウオベ行きたい。あとなんだっけ、寿司三昧、いやー、もう行ってみたい。そう、モスグリオネでグリーン色ありません、ありませんよ。竹パンが見つかりません。嘘、竹パンそんな求めてた竹パンはね、葵たんもね、何個食べたんだろう、結局なんかそう、パン食べちゃいけないけど竹パンだけいいよと思って3つぐらい食べた。そう、YOL やったんかOL や。でもなんかわかる、あいたんもなんかこう家族とかでなんか回転寿司行くのはまだあれだけど、なんか友達と回転寿司行ったことあるのは萌えりとしかないと思う、多分海鮮三崎港。そうなんか友達と行くのはちょっとやっぱさ、なんか普段はなかなか行くのはちょっと気が引けるよね。なんかそう、一人で入ったこともないし、そう、入る勇気ない。うろこ滝のお面が気になる。そう、うろこ滝さんね、お面の中気になるよね。なんかあのナルトでいうさ、なんかカカシの顔を見たいっていうのと一緒。んーと、ねずこパンか。そう、ねずこパン、竹パン美味しい。でもなんだっけ、あ、そう、なんか今度ドデカミン、なんかアサヒ飲料とコラボするんですよ、鬼滅の刃がまた16日ぐらいから。で、ドデカミンとなんだっけな、コーラとみたいな、アサヒ飲料で、あいたい結構ドデカミン飲むから、ドデカミンをね、あれだったんだけど、なんかそれで集めて、またなんかすると抽選でもらえるみたいな。どれだけ応募キャンペーンをするんだよ。そういや竹パン今日なかったな。あれ、みんな竹パンない感じか。あれ、回転寿司味噌汁頼まないの。あのね、あおさの味噌汁とかだったらたまに頼むけど、あおいたんそもそもなんか貝類そんな好きじゃないから、あさりの味噌汁とかしじみのなんとらとかは頼まないそう頼まない。そうで、なんか茶碗蒸しとかもあるじゃん、でなんかホタテとか乗ってる写真だったら頼まない三崎港はちょっと高いんだよな。そうなの。いや、そうなんですよ。あれ、薬ちぃたん、いや、なんかそう、三崎港はそう、なんか正月だから、まあちょっと贅沢しよっかって言って食べた。そう、コラボだらけやね。そうなんですよ。そう、ただやっぱカナオが少ない、こんなにコラボがあっても。お茶こぼした。ドデカミン飲むんだ。そう、なんか
結構なんだろう、なんかエナジードリンク系好きなんですよ。そう、眠気魂コラボ、大人の事情がいっぱい。うわー、お金だーローソンでもちょっと気になるけど、ストラップやクリアファイルある。そう、ストラップとかね、そうあるのよね。竹パンってどこで売ってるのかも知らない。嘘でしょ。宗志くん、ローソンに売ってる。ローソンに竹パンと、あと炭治郎の炭のおにぎりが売ってる。アサリ味噌汁は毎回最初に頼む。そうなの。もうまあ汁だけだったら飲めるけど、もうその中のアサリは食べれない。まあ食べようと思えば食べれるけど、本当にちょっとできれば食べたくない。アサリの味噌汁うまいじゃん。いやーね、そうなんだけどね、葵たん以外の家族はみんな好きだけど、葵たんはあんまり。美咲子は確かに少し高い、1回しか入った。嘘、葵たんもその一度きりしかない。やっぱなんか安いのがいいよね。だってさ、どこだっけ、かっぱ寿司とかだっけ、かっぱ寿司とかさ、はま寿司とかさ、平日さ100円どころか90円で食べられる。アルタウラの100円の回転寿司しか。アルタウラ、ちょっと行ったことない。新宿で寿司行ったことない。デカミン飲むの意外。意外。葵たんってさ何飲んでそう、普段飲み物ドデカミン好きだよ。ドデカミンとかリアルゴールド、そう、あの黄色い系のやつ。プラ寿司は寿司食べずに丼ばっか食べ。丼頼んだことない。でも葵たん、くら寿司は天ぷら好きなんですよ。あのね、エビの天ぷらとか揚げたてですごい美味しいから、それが好き。そう、今日リアルゴールドのエナジードリンクが100円で売ってた。普通200円なのに。いや、やったじゃん、いっぱい買おう。炭のおにぎりでもなんかね、チャーハンなんですよ味は。八重葉ショップでもらった買った色紙もある意味コラボ。そうだよ、そうですよ、コラボですよ。あれも竹パンという名前じゃなくてもいい、鬼滅コラボしなくていいか、パンをくれ。パン食べたいの奥様誰かパン屋さんいませんか。ラタタ、そういえば昨日のポコ見て何を話したの。昨日はポコチャレだよね。ポコチャレ、水飲んでそうなイメージ。水基本水です、葵たん。チョビタドリンク、あー、まあそういうのも飲む、たまに。お紅茶、あれおしゃれじゃない雷も。お紅茶ティータイム、いやお紅茶は好きです。そう、でもダイエットのためにあんまり、そうミルクティーとか好きなん、大好きなんだけど避けるようにしてる。久しぶりにまた来ちまった。あ、コートルさんこんばんは、ありがとう。栄養ドリンクばっかりじゃんでもモンスターとかそんなの飲まないよ。そう、それよりちょっとなんか安めのやつ。朝日飲料のツイッターフォローとリツイートすると抽選で鬼滅の刃グッズが当たるよ。でもそう、なんかでもそうなの。でもね、ツイッターで、まあ、自分がつぶやくないけどキャンペーンのものをリツイートしちゃうと、もうこれはただの趣味だと思って、趣味垢になってしまうと思って、それだけは避けてる青汁飲んで、そう、青汁飲んだこと、でも青汁は飲んだことないけど、あれは好きよ。野菜生活とか野菜ジュース、基本オレンジは好き。パンパパン、朝はパン、パパンがパン MC さん、本日ポコは、ポコは23時からです。白様ハンバーグ、ハンバーグやってきたよ。ちょっと食べてあげて白様。ヤシの実飲んでそう。いやでもヤシの実ね、なんかそんなうまくないよって誰かが言ってた。ステアカー作ったらいいよ。なんかそういうなんかちょっとめんどくさい。あと作り方よくわかんないステアカーってでもなんかステアカーってさ、一定期間する動かしてないとなんかさ消されちゃうんでしょ、ツイッターに。そうだ、昨日ショールームの後ポコの前に風呂入ったらそのまま寝てしまう。いやー疲れてるんだよ松見さん。あとシーセン武田とかそっち系のドリンク飲んでるイメージ。シーセン武田、シーセンは飲む。あ、チョコラ BB とかも飲む。うん、そういう感じ。そう、でも炭酸好きなんだね多分。100万円リツイとかあったじゃん、ベビレーの子ステアカすぐってリツイしてた。すごい、なんでステアカって分かったの、すごい。ポコチャやってんの。そうです、ポコチャやってます。ハンバーグ
竹パン勝ちです。なんか種あったから投げてこ、あ、ありがとう、たかたん、こんばんは、ありがとう。よし、この後ですね、23時から、ポコちゃんをやります。起きてる方は、ぜひ今日はですね、今ちょっとメーターどんくらいかわかんないんだけど、できればちょっと勝ちに行きたい日なので、そう、あとプラス1でランクが上がるんですよ。そう、だから来ていただけると嬉しいです。ペコリンチョ、あと明日、まあ、これなんとなくきっと察する人は察するかもしれないけど、明日情報解禁のやつが1個あるので、ツイッターでつぶやきまする。栄養ドリンク系ばっかじゃないっすか。いや、だからでもそれもあって、あとは水をできるだけ飲もうと思ってます。だからエナジードリンクじゃなくて栄養ドリンク。白様ラーメン、ラーメンだって、ラーメン屋さん来たよ。おわー、そう、おわー、そう、明日だったはず。そう、ラーメン食べたい、よくもない、ラーメン食べたい、よくだって、パンだって、やっぱパンだよ、時代はパンだ。パンダー、今ポコちゃんランクどれくらいなの？今ね C- なんですよ。栄養ドリンクうまいよね。そう、なんか、あー、元気になってきたって感じするよね。お風呂上がりならコーヒー牛乳じゃなくフルーツ牛乳のイメージ。いちご牛乳がいい。勝ちに行く日皆さん次第かな。あとはなんか、そう、でもそう、ギフトもエフェクトがリニューアルしたし、そう、あとまあポコチャレねやってる人もいるし、ちょっと高い気がするんだけど、頑張ります。ん、ラーメンなら細麺の塩ラーメン食べて。そう、誰、青いたん、青いたんはどちらかというと太麺が好きなんですけど、まあ、確かに塩系は好きです。うん、パン食べたいと言いながらパンダグッズ調べる。パンはパンでも食べられないパンはなんだ、パンだ、ハク様、女、これはまずいよ、これまずいって、これはちょっとやめて、アンジャッシュみたいな。栄養ドリンクとブラックコーヒーを毎日交互に飲んでる。あー、一旦コーヒー飲めないのよ。そう、ハク様が笹パン食べる気だ。笹パン、竹パンじゃなくて笹パン。はい、ということで終わりにしたいと思います。コメント長いちゃった方いたらごめんなさい、またコメントしてください。ゴイレクター、よいまつるくん、3位ハクサマ、2位ホイホイ、1位お弁当さん、ありがとう。他にも種やコメントカウントありがとうございました。右上のハートが白い方、毎日配信してるのでぜひピンク色にお願いします。あと、ツイッターとインスタグラムもやっております。今日インスタ更新したよね。うん、そう、あとインスタグラム見てね、フォローしてね。薬、あー、危ない、危ない危ない、ありがとう。はい、ということで起きてる方はポコチャで、お休みの方はゆっくりお休みください。はい、ということで、また23時にお会いしましょう。ありがとう、壁のエモンタンニ、ありがとう。ん、じゃあどうぞ。はい、あ、そうね、そう、インスタ、そうだ、そう、投票ね、終わったら開示するわ。そう、今通販でさ、アクリルキーホルダーをね今作ろうと思ってて、で新しいね、ちょっとなんだ、キャラクターというか描いてもらったんですよ、葵田の専属イラストレーターさんに。で、そう、ただアクリルキーホルダーの大きさ5センチと7センチで悩んでいる。そう、はい、ということで、それでは以上、葵田ことナンバー葵でした。おやすみなさい、また後でねー。